島の左近入ります。織田軍先兵柴田勝家、いざつむじ回る。これよりは乙女が強く生きる時代、世の男ども、覚悟しておけ。山中鹿之介、捜査開始。お願いします。一回死んどけ。バラバラだ小次郎、見せ場だぜ。よい、正宗様、行くぞ。ガンベ、任せてくれ秀吉。ポイッター、攻めた攻めた。おう、今ぞ。頼んだぞ。見上がれ、合体回るぜ。乙女の打ち台。もうたくさんだ。今さら嘆く未来もないか。俺を殺すってことは勝つ気でいるってことだろ。そいつは一縷の希望ってやつじゃねえのか。希望、この私か。才は振られちまったとくりゃ、超か半か二つに一つ。よし、決めた。俺はあんたが這い上がる方に賭ける。そのような賭けは成立しない。お前が勝っても負けても私は死ぬ。甘く見るな、男ども。乙女よ、私に続け。処刑だ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 。おやさん、大好物です。行くぜ、勝家。どこへ。あんたが明日を求められる。昔を振り切れる大博打を打ちに行くのさ。ゲストにも来ていただきました、アームストロングの2人です。よろしくお願いします。お願いします。どうも、はい、こんにちは。助かります。はい、助かります。まあ年末のね、はい、放送にいつも来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。今年は、はい、やりましたか。お父さん、サンタさんは、サンタさん、はい、やらせていただきました。ね、子供がおられますんでね。そうなんです。生後6ヶ月の。去年のはだってなんか近所で着替えて家に帰ったっていうのは聞いたんですけど、え、サンタ毎年あの奥さんにはこうプレゼント渡してたんですよ。サンタの格好して。素敵、何それ、いいな。で、あの家の近所の駐車場で着替えてたら、あの隣のマンションのやつがこうやって見てて、なんか言うてくれよな。恥ずかしいですね。なんかすんじゃないかやつ。怪しいもんね。そういうことありましたけど、放課魔みたいな感じで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そしてもう一方ゲストに来ていただきました、戦国バサラ4プロデューサー門脇明人さんです。お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。PV 見ただけでも、はい、本当にいつもより楽しそうな PV ですね。またこれさらに、はい、ね、キャラクター豊富なやつでございますけども、はい、さあ、それでは戦国バサラ4についてご説明いただきましょう。はい、はいはい、よろしくお願いします。じゃあもう早速ゲームを触りながら、はい、よろしくお願いします。嬉しい。はい、今回の、ゲームの、メインモードになります、戦国創世モードというところを、はい、お見せしたいなと。はあ、今回の戦国バサラ4は、はい、戦国時代を始まりから終わりまで、丸ごと体験できるっていう、まあ、戦国バサラの新戦国時代を体験できるっていうような作り方、コンセプトで作ってます。なので冒頭に、足利義輝が出てきて、このように、足利義輝の、亡霊で戦国時代が始まると。で、戦国を群雄割拠していくというゲームになってます。今回はちょっとなかなかお見せできなかった、山中鹿之介をお見せしたいと思います。これ今回から
今回の新キャラクターですね。本当にさっき鹿連れてた人ですかこれ。そうです。鹿せんべい投げてましたよね。そうです。こんな人いたんですか本当に。鹿ですけど。本当にいたんです。鹿の人。鹿は連れてなかったと思いますけど。名前が。鹿は多分名前だけですよね。へえ。人物はいたんだ。人物はいます。へえ。でまあ、ここか鹿がさっき取り切るんですよ。そうですそうです。相当優秀な人、はい、鹿の方が位が上なんですよ。あ、そうなんですか。で鹿のおやすさんに、連れられてるあの見習い探偵山中鹿之助みたいな。鹿師匠なんですね。はい。あ、同じなんですね。はい。鹿そうなんですよ。あの行方不明になっている天子春久を、捜索するっていう物語になってます。へ、またなんかね、今までないテイストですよね。うまい、そうですね。はい、この時期で走ってますね。絶対美容室行ってる髪型っすね。はい、この時代じゃないですか。ワックス使ってるよ。いや、もうそんなに、まさみが英語喋ってねえからね。おやさで。おやさん、かわいい。おやさん、かわいい。おやさん、顔もじゃねえかよ。綺麗な目してんな。そうですね、かわいい目ですね。めっちゃ眉毛ありますやん。眉毛めっちゃ眉毛ある。かわいいな。絶対動きしないだろ。キリッとして。真っ直ぐな目してるからな。怖いね。でまあ、ここはあのゲームの新聞画面と言われているところなんですけど、新聞画面と言われているところなんですけど、まあ、ここからいろんな全国で群雄割拠している武将たちのドラマだったり状況というのが流れ込んでくるんですね。でその流れ込んできた情報を見た上で自分がどこに攻めるのかっていうのを決めて合戦していくっていうゲームなんで、まあ、このように中継が入ります。あーすごい。ここだけ見たらバサラって全く分かんないですよね。やっとこれに来てバサラ感ちょうどカメやってるのでやっとまた分かんなくなった。うわーすごいね。やばいやばい来た来た。これやばいやろ。やばいやばい。やばい。始まってんのか。かっけーその頃、はい、その頃そうですね。その頃一方その頃一方というのがどん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 流れ込んできて、でそれを見た上で自分がどこに行くのか、どこにで走ってるシュール、はい、っていうような形ですね。徒歩で行くわけですねこれ。そうですね、はい。でキャラクターあの武将によって馬に乗って進軍する武将もいれば、空を飛んでる武将もいたりとか、はい、ちょっと行きたいステージがないのでちょっと一回戻りたいと思います。あら、ランダムなんですよ。なので、何回プレイしても、同じルートではなく、違うルートで楽しめるので、はい、いろんな物語になる。そうですね。やりたいとかね、までこうやってセットもありだと。はい。あでクリアすればこっちの方に追加されるみたいな感じですか。そうですね。一番最初から全武将をプレイできるわけではなく、一番最初ちょっと後ほどまた、今後発表していくんですけど、最初からプレイできる武将は、旧キャラクターでちょっとある一定のキャラクターになります。座らされてるやん。説教だ。説教だ。うわー。めっちゃ可愛いっすやんけ。座られてるな。鹿に正座してめっちゃシュールなんのかよ。これウケるな。しかもおやさん、おやさん厳しいよ。おやさん鎧着てんだよ。ねちゃんと着てましたね。自分の友達で寝られてるなんか。おやさんやな。あ、かっこいい。おわ。おそれで。武器だから鹿の助って使える。ヌンチャクコンボみたいな。落ちたよ。本当だ。ヌンチャクですね。着替えてるわ。おやさんがただの鹿になってる。本当だ。装備してない。よっしゃい。今回新しく一人で戦うんではなく、戦友という、今あの画面の左下に女性キャラクターが出てると思うんですけど、井伊直虎というキャラクターを戦友として連れて歩いてます、はい。でこの戦友にワンボタンで指示が出せるんですね。あっち行って暴れろっていうので送るとこう暴れてくれるというか、はい。戦友も自分で操作してます。はい、それあの行くところを、指示するということ、はい。戦うのは自動ですよね。はい、ただ攻撃は自動で出ますけど。あーなるほど。はい、あそこ行け言ったら行けるんですね。はい、コンボつなげて助かる、はい。あ、そういうことか。戦友のコンボも自分のコンボだろう。そうですそうです。おー、あ、まだ途切れそうな、はい、あ、おやさん飛び込んだ。めっちゃ飛んだ。歩いてるね。おやさん、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 おや
あーすごいですね。うわー、スパイダーのハリケーン。まさしそう。まさかこの瞬間始めたんだ。なんで言わんでもいい。スカイダーのハリケーン。スカイダーのハリケーン。あーすげえ、ジャイアントスイング。ジャイアントスイングぐらい。強すぎる。どっちがやろうって言い出したんですか。気になりますね。おやすさんやろ。おやすさんか。それはどうやろ、お前。弟子側からおやすさん飛ばしていいですかと言わない。ね、師匠がやろうって言わないと無理ですよね。そうか。あら、トラあるよ。ヤッコおったよ、ヤッコ。うわー。今あんの。おやすさん、やばい。おやすさん、これ食べられちゃう。食べられちゃう。どうやったってトラが強いんだけど。絶対ヤッコの方が強いんだけど。うわー、でかっ。まあ、ここは鹿でしょう、ね、迫力あるなこれ。いや、すげー。ついていけないよ。はい、うわー、おやったー、おやったー、おやったー。おやったー、おやった遅いよ。おやったーはなんか見ないようにしてるね、アトラを。おー、せんべい。おー、せんべい。鹿せんべいを投げた。あ、今失敗しましたね。せんべいのビジュアル。世界一綺麗やったじゃん。ゲームの中で出てきた。鹿だった。そうですね、鹿せんべいを食べるとパワーアップします。食べるんですね。本人がパワーアップ。おやすさんがパワーアップ。おやすさんがパワーアップ。あんなでかいせんべい3枚もいって。あ、すごい。ギャンが倒れました。やったー。おやすさんがパワーアップする。綺麗だね。本当にお辞儀した。わー、かっこいい。あー、すごい。あー、戻した。かっけー。ついに初めから。これは来たぞ。初めからこれやったらよかったのに。走ってついて落とされた。はい、この間はおやすさんが鎧をつけてるので。あ、そうか。鹿之助の攻撃が生身なんですね。あー、弱くなっちゃう。アメリカンクラッカーなんです、ね、攻撃しよう。アメリカンクラッカー。弱っ。ちっちゃい。やばいやばいやばい。やばい。素手で殴った方が早いやろ。殴った方がいいって、なんやねんこれ。やばい。合図がこうやってみたら。あ、弱かったよな。お、すげー。でかでかでかかったな。セカンドシーズンですね。変なおじさんのセカンド。後ろまでガジャーンって。今回の新しいシステムで生き抜いたりというこういう周りがスローになって、命の花びらが散るっていう。自分だけが早く動けるってことですね。そうですね。鹿が偉い。自然と馴染んでますよね。ね、でも鹿の背はちょっと特殊なキャラクターですよね。そうですね。みんながみんなこう。みんながみんなこうじゃないですか。はい、こういうのも。これは面白い。うわあ。鹿だった。あれ。おやすさん、おやすさんを操作できる。おやすさん。ついに。おやすさんモード。あいつが僕で。山田鹿。どこ行ったの鹿だっけ。あいつが僕。あいつが僕で。僕はって言ってる。下に。あいつ。ただの鹿だった。かっこいい。おー、帰ってきた。おー、おやすさんも操作できる。そうか、はい、面白い。すごいね。すげえ。これだけのゲームの引退の。おやすさんの印象だけで。おやすさんだけでいいな。おやすさんが寂しがっちゃうから。おやすさん、鹿の助熱いな。熱いです。ね、面白い。島津やで、でっかいの持ってるよ。うわー、やばい。あー、シンバさん、うわ、これは怒られたでしか。食べられちゃう。これアメリカンクラッカーじゃないか。これはアメリカンクラッカー無理やろ。目の前でこうやってこんな全然勝てない。ちょっと肩が変わってますよね。そうですね。